はい。皆さん、こんにちは。今日は、またまた来ましたね。チャット GPT が大きくバージョンアップしました。チャット GPT、4ターボとか来るんじゃないかなと思ってたら、4O、4O とでも読むんでしょうか。そんな感じのネーミングになって、新しくアップデートされてきました。今日は、PC ではなくって、iPad の方での使い心地を 検証していきたいと思います。最近僕の方でも先日発表された iPad、それの一つ前の世代ですけれども、M2 の iPad で色々使い心地を試したりやっています。そんなわけで今日は iPad で進めたいと思います。画面の上の方にですね、ChatGPT-4O という風になっています。ここをクリックすると、このように メニューが出て4を選んだり3.5を選ぶこともできるようになっています。ただしこれの方はプラスユーダーだけそんな風になっているかもしれません。ちょっとそこらですね、慌てて検証するのを忘れましたのでご勘弁ください。手元もわかるように上からの俯瞰カメラの方で皆さんにお見せしたいと思います。こんな感じで使っています。良くなった点、 というのはですねまず早くなったそれは回答の速度もそうですしラリーで絵を描かす時なんかもとてもいい感じじゃないかなそんな風に思ったりしています少し画像を書いてもらいましょう はい、夏の海水浴場のにぎやかな風景を描いてこんな風に描いてもらいますスピードを見ていただくためにノーカットで描いてもらいますはいこんな感じです 今度は、もう一枚というふうに書いてしまいましたが、意味は通じたんだと思います。はい、こんな感じでスピードが1.23倍ぐらいに 早くなったんではないかなというふうに僕の環境でそんなふうに感じます次の実験は僕の大人気の SnowAI 歌詞ビルダーこれを使ってみたいと思います はい。こんな風に出ました。このソフトは12項目の質問がありまして、そしてこの質問に答えるものもあってもよし、お任せするものもあってもよし、というような回答方法をするようになっています。最近この後に作った UDIO という音楽生成 AI 用の同じようなソフトウェアは、一つずつ作りたい曲名、ジャンルという風に 一度一度聞きながらやるというふうに僕の中でのテスティングという意味も兼ねて回答方法を全然別な方法で作っているのもあるんですけれどもこれに対してアバウトでもいいですので答えるようになっていますちょっとやってみましょうはじめに作りたい曲名というのがあるので先ほどのように夏の浜辺というふうにしてみましょう 夏の浜辺というタイトルで J-POP、英語歌詞混じり OK。他はお任せ。こんな風に回答してみました。 はい。こんな風に回答します。そして、その後、自動的に出てくる時もあるんですけれども、この状態の時には、スタイルオブミュージックも作ってという風な感じで書きます。 はい、このような形で返答があるんですけれども、まあ、皆さんは比べることができないと思うんですけれども僕の方からすると案外的確な回答が返りやすくなったんではないかな、まあ、まだ今日一日使っただけですのではっきりしたことは言えないんですけれどもなかなかいい感じのアップデートがなされたんではないかなというふうに思います。じゃあ次に。 音声関連。これもとっても良くなったということなのでやってみたいと思います。通常のノーマルなチャット GPT にします。日常会話のようなことをやってみましょう。海水浴で気をつけるようなことは 何かありますか教えてください。回収欲とは、集めることへの強い欲求を指す言葉でしょうかそれとも何か別の意味でしょうかもう少し具体的に教えていただけると、もっといいアドバイスができるかもしれません。海で、 遊んだりする海水浴のことです海水浴を楽しむ際に気をつけることについてお話ししましょうまず日焼け対策として日焼け止めを塗ることや長時間直射日光に当たらないようにすることが大切ですまた水の安全に注意して泳げるエリアや監視員のいる場所で遊ぶようにしましょう水分補給も忘れずに行うことが重要ですね これらのことを守れば、安全に楽しめますよ。水分補給をするときには、どんな飲み物が一番いいんでしょうかお茶とか水とか、どういうふうなものがいいですか水分補給には、水やスポーツドリンクが最適です。水は、体の温度調整や新陳代謝を助けるのに必要なので、一番シンプルで良い,い選択です。 スポーツドリンクは運動中に失われがちな電解質を補給できるため特に暑い日や長時間運動する場合にはおすすめですお茶もいいですがカフェインが含まれているものは利尿作用があるので水分補給だけに対留者アースセのは避けた方が良いかもしれませんありがとうよく分かりましたどういたしまして 何か他に知りたいことがあれば、いつでも聞いてくださいね。はい、こんな形で言うんですが、これはもう少し前から、これに近いことはできるようになっていたんですけれども、回答する精度とか、そして言葉のイントネーションというのが、遺伝よりも良くなったように、僕の方では思います。もちろん、こうやって喋ったことは、全部テキストとしても、このように、 売ってくれるようになっていますので、聞き逃したらダメだとかいうこともなく、このモバイルデバイスを使って音声でやり取りするというのも、これからもっともっと進化していって便利になってくれればいいなというふうに感じています。今日はチャット GPT が 4O というような新しいバージョンが出てですね、回答の精度やスピードが 向上されたように思いますので、もっともっと深く使わないとわからないところがありますけれども、ダリーでの生成画像というのもなかなかスピードアップしたようですし、これから期待して使っていきたいと考えています。今日もご視聴ありがとうございました。これからも iPad でのいろんな実験というのも続けていきたいと思います。ではまたねー。